高田駅は愛知県ぬかた郡高田町大和足屋座高田にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA50。運行形態の詳細は東海道線を参照。高田町の中心部に位置する駅で高田町内にある3駅の中で最初に開業した駅である。駅名の読みは高田だが地名の読みは高田である。これは 地名の読みも、こうだった時の名残である。普通列車及び、早朝、深夜のみに運転されとよはし岡崎間の各駅に停車する区間快速のほか、一部の特別快速、新快速、快速が停車する。日中は上下線ともおむね毎時3本の列車が停車する。また、留置線に貨物列車が停車していることもある。年、愛。 三村の志賀東介村長が同しらと村内に駅設置を企画し設置規制同盟会を結成。同盟会は村内各地区ごとに募金を募り隣村にも協力を依頼した。あい、三村の動きを受けて福生津村でも規制同盟会が発足している。1902年、釜堀駅岡崎駅間の複線化によりあい、三村の山本桑之助村長と 地元選出の県会議員、足立信次郎の要請で、新駅設置は実現段階に入った。1906年5月1日に会い、三村、坂崎村、福生津村の三村が合併して、広田村が発足。これを機に、駅設置場所を足屋信号所北350メートルとし、1906年6月1日に、飛行し1908年4月1日に、 高大駅として開業した。当時の自治体名は広田村だったが、すでに福島県に広田駅が開業していたため、高大駅と命名した。当地は1906年に坂崎村と会い、三村、福津村が合併した際に、村内を流れる広田川から広田村となっていた。しかし、駅名をそのまま存名に応用することになり、 1908年7月28日に、高田村へ改称している。戦後、駅の利用者増加により町は国鉄に、駅の改修を要望するが、国鉄は財政難から難色を示したため、町が1952年に、古戦橋を設置。1953年には、開業時のままで老朽化していた駅舎を改築し、国鉄に寄付した。同年には、 国鉄がホームに待合室と上屋を設置している。1970年、下り退避線が設置された。また、かねてからあった西口設置の要望に対し、1974年に駅の西側を結ぶ地下道を設置した。1982年からは駅業務を民間に委託している。1978年、出雲大社に向かう。 団体客のため寝台特急出雲が特例として停車することがあった。当時は団体客のためとはいえ特急を臨時停車させることは異例の措置であった。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。下り線側に2本、上り線側に1本留置線がある。駅舎は校内東側にあり、ホームとは個線橋で連絡している。ホームに待合室が設置されている。 2008年3月、古線橋にエレベーター2機の設置が完了した。岡崎駅が管理する無人駅である。駅舎にはサポート付き指定席券売機や自動券売機、自動改札機が設置されている。改札外に待合室があり、長年東海機をスクが設置されていたが、現在は撤去され大体の自動販売機が設置されている。また、 待合室外での喫煙も禁じられている。駅舎北側より線路西側へ出る地下通路がある。ただし、歩行者と自転車専用で自動車等の車両は通行できない。かつては、駅北東にあった三菱霊ン、高田工場への専用線が駅から分岐していた。専用線の配線跡はほとんど残っていない。高田の統計によると、近年の1日平均乗車人員は、 以下の通りである。あい、三駅が開業した2012年度から数年間は減少傾向にあったが、2017年度以降は、再び増加傾向にある。ロータリー駅舎が置かれている東側は、高田町の中心市街地であり、駅前から南にかけて、愛知県道483号をかざき高田線に沿って商店街が広がっている。 高田城は2006年から2022年の予定で約2.9ヘクタールを対象とした土地区画整理事業を実施。2012年、駅前に屋外型の小規模ショッピングモール、高田駅前銀座がオープンしたが、南側の土地は未だ更地状態であり、さらなる再開発が期待される。一方で、駅西側には駐車場があるが、田園風景が広がっている。 駅西口に、高田町のコミュニティバス、エコタンバスの JR 高田駅西口停留所が設置されており、中、東西、南ルートの3ルートが乗り入れる。このほか、電装などの町内に工場を置く企業が従業員を運送するバスも運行されている。かつて、名鉄バス、岡崎高田線の終点、高田駅前停留所が設置されていた。岡崎高田線は2012年の、 愛、三駅開業後、高校生の利用源が響き、赤字が拡大。名鉄バスは2014年9月30日、東岡崎駅、高田駅前のうち、高田町内を通る区間を廃止した。愛、三駅開業後、昼間は、毎時1本あったバスのうち半数が愛、三駅までの区間運転となり、高田駅前から愛、三駅間の運転は2時間に1本となっていた。 ありがとうございます。